メディアでピックアップされるんですよ。っていうのはやっぱりコーヒー業界としてこう話題性が一つと、あ、なるほど、そのまあ刺激として与えるっていう部分と、まあそういったどっちかって言えば商業的な意味合いの方が僕は強いと感じてて、なるほど、ちょっとブルーマウンテンじゃないですけど、はい、例えばブルーマウンテンもあの世界中の消費のほとんどが日本なんですよ。あ、まあ、そう言われてて、はいはいはい、世界的にはそんなに評価されてない豆だったりするし、だってアメリカ行ってブルーマウンテンなんて聞かないですもんね、コーヒー。あれはあのやっぱり当時あのコーヒー高く売りたい、あの付加価値つけたいっていうところで、はい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 、日本で、まあ、流行ったっていう背景があって、なるほど、ちょっとそれと似たよう な, な, るほ ど, なるほど、やっぱどっちかといえば商業的なで、本当に味追求する人っていうのはこのまま仕入れて焙煎したりブレンドしたりっていうのは僕はあんまり無理しないんです。なるほど、自分にパッパッと思いついたワインとかもそういう銘柄とか多分ありますよね。あ、そんな、やっぱワインとも結構リンクするんですよね、はい、コーヒーって、はい、だからこう話題性として楽しんでいただくコーヒーっていう、はいはいはい、もうあの話のネタとしてはもうバッチリバッチリ一杯だ、あのロンドンだとあの100ドル以上、うわコーヒー一杯うわ、なんかワイルドですね